菖蒲湯の日。ストーリー、広瀬大。出演、斉藤陽介。赤ちゃんって目隠しされると自分の姿も周りから見えなくなっていると思ってるらしいよ。キッチンのテーブルに腰掛けて読んでいた育児書から顔を上げる妻。時計は昼の12時10分を指し、マンションの窓から柔らかな日が入ってきている。僕はようやく寝息を立て始めた9ヶ月になる息子を抱っこしたまま、それは斬新な発想だねと息子を起こさぬように小さな声で妻に答える。今日は息子の初節句である。真新しい兜がタンスの上に飾られている。タンスの上、他にも飾るのにふさわしい場所はあったが、捕まり立ちを覚えた息子の手の届くところに兜など物珍しいものを置くと、ガッチャーン、大惨事が起きること間違いない。ちょっとかっこ悪いが、ここに飾ることにした。あと1時間ほどで妻の両親が初孫の節句を祝うために我が家に到着する。彼らが到着する前に近所の八百屋で菖蒲を買ってこよう。今日は菖蒲湯にするのだ。僕は息子を布団に寝かせるために立ち上がると、ふと幼い日のことを思い出した。あの日も節句だった。父と菖蒲湯に入った覚えがある。小学1年生か2年生の頃だった。僕は両親に連れられて父親の実家に遊びに来ていた。田舎の床の間には大きくて立派な兜が飾られていた。僕の父は5人兄弟の一番下で、この家には父の両親、つまり僕の祖父母とその長男にあたるおじさんと家族が住んでいた。おじさんの息子と娘は僕のいとこではあるけど、もう2人とも大学生だった。ついてすぐに僕は年の近いいとこたちとかくれんぼをして遊んだ。田舎の家は東京のマンションと違い、至る所に隠れる場所があった。僕は北の隅っこにある薄暗い部屋の押し入れの中に姿を隠した。押し入れの中のお客様用の布団の上に寝っ転がり、鬼が来るのを待った。でもいつまで経っても鬼は来なかった。ふと物音に気づいて目を覚ました。僕はいつの間にか寝てしまっていたのだ。そっと襖の扉を開けると、いとこの二十歳になるお兄ちゃんが若い女の人を抱きしめようとしていた。抵抗する女の人、でも部屋を出ていく気配はない。何か見てはいけないものを見てしまった。幼い僕にだってそれは分かった。若い女の人が誰なのかは分からない。でも親族の誰かに見えた。僕はそっと襖の扉を閉めた。それがいけなかった。その閉める音にいとこのお兄ちゃんが気づいたのだ。誰？押し入れに近づいてくる足音がする。僕は自分の心臓がドキドキと高鳴る音を聞いた。隠れているのに心臓の音が相手に聞こえてしまうじゃないか、そんな風にすら思った。扉に手をかける音。押し入れの中にはどこにも姿を隠せるスペースなどない。扉が開く瞬間、僕は反射的に自分の両手で顔を隠した。それでもさっと光が差し込んだのが分かった。今思うと、あれは顔を隠そうとしたのではないのではないか。目隠しをすると自分の姿が周りから見えなくなるという赤ちゃんの頃の感覚が自分にそうさせたのではないか。でも赤ちゃんがそう思ってるなんてどうやって調べるんだろうね。本人に聞いたわけでもないだろうし。妻の声でふと我に返る。僕は息子をそっと布団に寝かせる。そりゃそうだね。ジーンズの後ろポケットに僕は財布を入れる。不思議だったのは押し入れが開いた後のことだ。じっと僕の姿を見つめているいとこのお兄ちゃんの視線を感じる。女の人がこっちに来る足音がする。二人の視線が僕に集中する。僕は両手で顔を隠し続けている。体
顔を上げることができない。お兄ちゃんはぽつりとこう言った。あれ、誰もいないや。何言ってんのよ。誰もいないじゃない。驚かさないで。あれは何だったのだろう。二人の悪ふざけだったのか、それとも本当に僕の姿が見えなくなっていたのか。親族みんなで集まった夕食の場にお兄ちゃんは姿を現さなかった。食後、僕は父と一緒に田舎の家の狭い湯船に浸かった。今日会ったことは言ってはいけないと思った。湯の中の勝負が体に絡んでくるのがやけに気持ち悪かった。